やったやっと来た、ありがとう。もう一回買ってきたで、これ写真撮っていい？ねずっと豆ちゃんです。今日は4月のユニバの混雑状況を見に行きます。ユニークですね。あと来てましたね、このように TV では。これからもですね、ユニバの混雑状況をお届けするので、ぜひね、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。で、今日ね、4月の2日で4月に突入したんですよ。だから早速ね、4月のユニバの様子をね、見に行きます。で、一応ですね、まあ、4月の最初の週まではですね、まだ春休みの学校が多いんですよ。てか、まだね、まあ、春休みの混雑は続いてると思うんですけども、まあ、早速ね、見に行きましょう。で、今日のね、豆ちゃんのコーデなんですけども、いつもこの TV の混雑状況の動画では皆さんに、豆ちゃんにどんなコーデをしてほしいかを聞いてるんですよ。で、前からちょくちょくね、イースターコーデしてくださいって聞いてたんで、キャラですね、このね、イースターのカチューシャをつけた、イースター豆ちゃんの豆ちゃんやね、皆さんにね、パークの様子をね、お届けします。で、ごめんなさい。ちょっと今日ね、花粉が強くて、ちょっと花粉症気味なんで、ちょっとマスクつけてます。じゃあまあまあ、例えば服見てもイースター衣装かな。じゃあ早速ね、やっていきます。クチュー。で、ここ数日のユニバの天気と気温はこんな感じです。で、気温的にもね、もうね、すっかり春の気温になってます。で、前々ね、まあ、この昼間の時間帯でもね、もう結構ね、寒かった時があったんですけども、もう今はめちゃくちゃポカポカになってますわ。さっきまで上着着てるけどさ、もう上着も暑いぐらいになってるんですよね。だからね、これからユニバに来る方がですね、もう特にね、もう快適にね、遊ぶことができます。ちょっと噛んじゃったけどね。で、ユニバのね、各種チケットの販売状況なんですけども、ユニバのネイチャーパスポートとか入場チケットは通り過ぎてもね、余裕でね、買うことができます。で、その他のユニバのチケットの販売状況なんですけども、やっぱエクスプレスパスに関したらもう基本的に売り切れてますよね。で、残ってるのがコナンズスケープとモンハン XR オークのチケットぐらいですわ。で、ノーリドパレードの特別鑑賞エリアのチケットもね、売り切れです。で、チケットブースの待ち列なんですけども、いやー、このチケットブースの待ち列もですね、チケットブースの屋根の半分を超えるぐらいの待ち列になっても、来れたら来るためにもう10分以上かかるんちゃうかな。で、今からね、早速ね、パークの中に入っていくんですけども、まあ、入場ゲートの待ち列に関したら、まあ、この時間帯ったらそこまで並んでないからすぐ入れそうやな。で、ユニバにはこの時間帯ったら一瞬でね、入ることできました。で、僕今日ね、ユニバのオープン時間にちょっと来れなかったんで、ちょっと今日は分かんないですけど もう最近のオープン時間の入場待ち列の時間に関したら、もう大体入場するまでにもう 2,30 分はかかることがもう結構当たり前になってきてるんですよ。オープン時間それだけね、かかる可能性があるって思っててください。で、今日のね、エントランスの様子なんですけども、いやー、ここのエントランスからもいつも通りにめちゃくちゃ人通りがあってにぎわってるよな。いやー、もうでも春休みも終わるからな、もう春休み明けがどうなるのかもうすごい楽しみで、マリオカートのポップコーンバケツカートもですね、いや、これもすごいな。カリフォルニアコンフェクションに並んでるで、これ。いや、これ買うためだけにも2、30分はかかるんちゃうかな、マジで。で、ヒロアカのフードカートもすごい待ち列やわ。いや、これも買うためにもう20分ぐらいはかかるんちゃうかな、それ以上かかる可能性もあるわ。で、ビバリーヒルズブランデリーもね、外まで待ち列並んでるわ。いや、これもね、この時間帯でも20分ぐらいかかるんちゃうかな。で、これもマジすげえわ。スーパースターのポップコーンバケツカートもなんかよくわからん待ち列になってるけど、で、これもね、もう30分ぐらいかかるんちゃうかな。いや、今日フードカートどこもすげえわ。で、今ちょうどね、インスタ待ってる。いや、人気ありすぎてね、ちょっといや、すごいな、めっちゃ人気あるイースターマーチ。ちょっと見れなくて断念するんですけども、まあ、亀裂するライド前の様子なんですけども、いやー、亀裂に関してもね、やっぱ待ち時間安定すごいな。もう3時間待ちとか、まあ、当たり前になってるもん、マジで。ねずこのポップコーンバケツのカートもすごいわ。これやったら買うためにも10分、15分以上かかるんちゃうかな。で、ねずこ炭治郎のチリズスカートもね、いや、ここも待ち列すごいわ。これもね、もう20分以上かかるんちゃうかな。で、コナンのね、アトラクションの待ち時間もね、もう最近っていうか、まあ、始まったばっかやったけどさ、めちゃくちゃ長いわ。いや、これ映画始まったらさ、今年の映画って、まあ、キッドさんの主役じゃないですか。もっと組むんじゃないかなと思うんですよね、ここ。いや、すごいな、コナンもめちゃくちゃ面白いからな。
で今日のねニューヨークエリアの様子なんですけども、いやーここに関してもね、まあ、今はですね、まあ、ストリートショーだけで、まあ、特にねアトラクションとかもやってないんですけども、もう相変わらずめっちゃ人通りが多いですわ。でクロミライブがしてるこちらのね信号ツアー前のステージなんですけども、ここもとりあえず地上組がめちゃくちゃ多いんですよね。でまあとにかくめちゃくちゃ綺麗な写真とかを撮りたかったから、まあ、早めにね、まあ、自動するのがいいんですけども、まあ見るせ、まあ、例えば見るだけだからね、まあ、ステージが高いのでね後ろの方で見ることができるんですよ。いや別に始まった後でもね、まあ、後ろの方でもね、まあ、楽しむことができるんで、まあ、見るせの方ですね、そこまでね1時間とか2時間前に自動する必要はないですけども、やっぱすごいなこのクロミライブは。でラグーン沿いにあるフードカート密集地帯のユニバーサルマーケットなんですけども、いやーここも相変わらず人通りめっちゃ多いわ。でそれこそさスモーキーバーベキューポークブリートの列もすごい、もういやこれも買うためにも10分ぐらいかかるんちゃうかな。チリドッグミート&チーズの列もこれも大体10分ぐらいの待ち列ですし、けどリングクロワッサンとストロベリーベリーソーダの待ち列はそこまで並んでなくて、これ大体5分ぐらいで買えるわ。今回も結構空いてるよね。ニューヨークエリアにあるルーズニューヨークピザパーラーもですね、もう今の時間帯でもねもう柵の中びっしりまで列並んでるわ。でちなみにこのルイズはですね、この柵の中びっしり並んでたら大体もう20分ぐらいの待ち時間なんですよね。でルイズのアイシャーさんもですね、前までねすぐに書いたんですけども、やっぱあったかくなってきてから列並んでるわ。いやそれもね、まあ、すぐは買えないんですけども、これからどんどんね列長くなると思いますわ。来た、かわいい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 、バブルやったやっと来た、ありがとう。バブル買ってきたで、これ写真撮っていい？今日のですねミニオンパークの様子なんですけども、いやーここの道も今日もすごい大盛況やな。もうミニオン関係のアトラクションの待ち時間もうマジですごいことになってんねん、もうほんまに。いやーすごい、やっぱもう春休みはファミリー層が増える影響でもうミニオン関係もめちゃくちゃ大盛況で、これびっくりしたのがさ、ミニオンのゲームコーナーのお会計の最後尾やけどさ、これがもうミニオンパークの入り口近くまでなってもミニオンのゲームコーナーの一つのねバナナカバナもねこれね体験するためにねもう10分15分以上かかるで。でミニオンのイースターフードが売ってるデリシャスミーというスナックスタンドに関したら、これまた開店前なんですけども普通に列並んでるっていういやこれ20分ぐらいかかんでこれやったら。でミニオンマンカレー味が売ってるミニオンハッピーキッチンっていうフードカートも今日もすごいわ。これやったら結構ね 2,30 分ぐらいかかるんかんかね。なんか変なこと言いました2,30 分ぐらいかかるんちゃうかなこれやったら。で今日のですね、まあ、サンフランシスコエリアの様子なんですけども、いやーここに関してもね、まあ、ミニオンパークからジェラッパエリアにつながる道やからもう常に人通りが多いですもん。ハピネス会員に関しては外までびっしり列並んでも、いやこれたら1時間以上待つんちゃうかなワンチャン。あとワーフ貨幣っていうハピネス貨幣の前にあるホットドッグとか、あとはビールとかそういうドリンクとかが売ってるスナックスタンドもすごいわ。ここも大体買うためにも5分10分ぐらいかかりそう。ティムとミニオンのポップコーンバケツとキャラメルフレーバーのポップコーンが売ってるポップコーンカードなんですけども、ここも開店前なんですけどもまだ列並んでもこれ今の時点で10分ぐらいかかんで買うまでに。さあメイプルチェルスが売ってるサンフランシスコエリアのフードカードですね、ここも列すごいわ。これも大体もう15分ぐらいかかるんちゃうかな。けどさ今日さコナンのミシルスのチケットですね14時以降は取り付け販売中っていう、いや今年結構買えるな。去年もね買えない日があったんですけども、今年ほど取り付け販売することなかったんですよ。けどねロンバースランディングテラスっていうねコナンのねフードが売ってるね場所はですね、ここはもう列すごいわ。これね大体今10分15分ぐらいかかりそうかな。でミスレスね取り付け販売してたとしてもね、やっぱ全体的にフード施設今日すごいなほんまにめっちゃ賑わってるねどこも。で今日のですねジュラシックパークエリアの様子なんですけども、いやーフライングダイナソーの待ち時間もすごいことになってるわ。いやーもう余裕で100分待ちは越してるからなここも。でちょっと待って、これもマジすげえわ。なんとねターキーレッグの待ち列なんですけども、クルーさん曰く1時間待ちらしいです。でセリエナの食事場っていうねモンハンのねコラボレッスンに関してもね、ここもねもう大体今は1時間ぐらい待つらしいです。それ以上待つらしいですよ。いやーすごいなほんまに。でジュラパエリアのフードセスがどこもね混んでてもね、ジュラパエリアにあるレストランのディスカビーレストランですね、基本的には短い待ち時間で買えるんですよ。ここまでもね大体10分ぐらいの待ち時間らしいですわ。
ここすごいな。とポークリブのカートに関してもね、今日はすごい待ちでちゃうわ。これも30分以上はかかるんちゃうかな。ここもめっちゃ人気で、今日もですね、まあ、スーパーニンテンドーワールドの様子ね、見に行こうかなと思ったんですけどね、ほんまに申し訳ないですけども、いや、ガシマチョほんまにね、申し訳ないですけども、今日僕ユニバに着いたんが10時やったんですよね。で10時に入った時点でニンテンドーワールドの整理券がね、配布終了になってたんですよ。今日ですね、ニンテンドーワールドの様子をね、お届けすることができません。本当にね、すいません。で、今日のね、スーパーニンテンドーワールドのエリア入場制限情報なんですけども、今日はね、もう1時半の時点でね、エリア入場制限かかって、整理券配布になってたらしいんですよ。で、なんとですね、9時50分に整理券配布終了になって、抽選券配布になりました。だからもうこれからね、まあ、ユニバに行く予定の方で、ニンテンドーワールドに行きたい方ですね、もう10時になる前、てかもう9時になる前に来てください。もうそうしたら安心して撮ることができます。マジでここの人気すごいな。で、今日はですね、スーパーニンテンドーワールドのね、様子をね、お届けすることができるんですけども、マリオ系のアトラクションの待ち時間をですね、表示します。で、まずマリオカートがこちらです。いや、マリオカートに関しても今日も安定に待ち時間長くなってるよね。で、ヨッシーアドベンチャーはこんな感じです。いやー、今日はもう任天堂日和やからさ、このヨッシーアドベンチャーもめちゃくちゃ気持ちいいで、絶対綺麗な任天堂ワールド見れるで。これで今日ね、任天堂ワールドの前にあるフードカート見ようかなと思ったけども、このロングソーセージパイのカートもね、閉まってるし、なんかスモークチキンのカートも今日なんか開いてないよまだけどね。サメの餌食に関したら開いてて、これも大体買うまでね10分ぐらいかかるね。で、今日のね、アミティビレッジの様子なんですけども、いやー、ここに関したらやっぱ任天堂からハリポタエリアとかに繋がるみたいから、常に一通りがあってめっちゃ賑わってるわ。ここの混雑もいつも通りやな。それこそさ、アミティランニングレストランもね、すごい街ですよ。もう外までびっしりやもん。いや、これもね、30分以上はかかるやろな。40分以上かかるかも、これマジで。で、ボードクスナックっていうね、美味しいピザが売ってる。こちらもね、スナックスタンドもね、すごいわ。これも10分以上はかかるで。ここ普段だったら5分以内で帰るけどな。で、今日さ、めちゃくちゃ船出日和やからさ、ちょっと上手に行こうかなと思ったんですけども、キャップ待ちなんですよね。けどシングルライドやってるからシングルで行ってくるわ。でも45分待ちっていう、もうすぐにね、まあ、乗り場まで来れたわ。でもこっからね、列がなかなか進まなくなるのよね、上手は。はい、じゃあね、上手行ってきました。今日めちゃくちゃいい船出日和やった。で、今日のね、ハリポタエリアに繋がる道なんですけども、ここもめちゃくちゃ人通り合うわ。でね、今年はハリポタエリア10周年なんですけども、そのイベントの大まかな内容ちょっと分かりましたよね。それこそまあ、春からは魔法生物のイベントで、あとこれがですね、まあ、ずっとね、閉まっていったホグワーツキャッスルオークとか、あとは秋になったら多分デスイーターアタックとかも復活するんですよ。で、クリスマスになったらね、このホグワーツのプロジェクションマッピングもね、復活するんじゃないかなと思ってるんですよ。いや、またね、詳しい情報解禁もめっちゃ楽しみよね。で、今日もね、やっできましたよ、魔法界。じゃあいつも通り歌いますか。トゥートゥルトゥルトゥートゥー、豆豆ポーター、鼻ムズムズでも歌うよ。で、今日のですね、この魔法界の様子なんですけども、いやー、ここもこことってめちゃくちゃ賑わってるな。ほんまにもう歩くのも大変レベルや、もうほんまに。うん、いや、ここのエリア以外でもね、結構ね、歩くの今日大変やったんですけども、いや、めちゃくちゃね、活気で湧いてるわ。今魔法生物のイベントとかもやってるからな、もうより一層ね、今年はここの魔法界盛り上がるで。うん、やっぱね、演舞オーケストラの増加でさ、やっぱこのハリーポッター関係のアトラクションの待ち時間もね、軒並みね、長くなってるわ。もう基本的にずっと長いもんな、ここのエリアに関したら。いやー、めちゃくちゃ人気。それこそさ、魔法界のレストランの3本のほうきなんか外まですごい待ちれちゃうの、これ。いや、これも多分買うためにもう1時間以上はかかるんちゃうから、そのぐらいめちゃくちゃ活気で湧いてる。あと3本のほうきもすごい待ちれちゃうわ。いや、これも買うためにもう10分20分ぐらいかかるんちゃうかな。これも超大盛況。いや、マジ全エリア移動するだけでもう大変なぐらいめっちゃパークにぎわってる。で、ワンダーランドの様子を見に行くんですけども、いや、ここのワンダーランドめちゃくちゃ活気に湧いてるわ。
いやこれマジで去年のハロウィンぐらいの混雑やでマジで。いやだって年末もねここまで歩けないって思ったことなかったもんマジで。うわーめちゃくちゃ賑やってんなここも。ね、マジでワンダーランドで遊ぶなら予約乗りが圧倒的におすすめですわ。でこれねワンダーランド前にあるミニオンのポップコーンバケツとかあとはキャンディーコーラキャラメルポップコーンのねフードカートなんですけども、いやここもすごいわ、これも30分以上はかかるで。でセンタルパーク付近の様子なんですけども、いやここに関してもねいろんなエリアにつながる場所であるからめちゃくちゃ人通りが多くて賑わってるわ。いやここもすごいなほんまに。でパークサイドグリルなんですけども、ここ一応バーチャル Q ライン対応で、まあ、店前で予約して、まあ、入れる時間帯が来たら連絡来て1時間以内にね、まあ、予約した人数とかで行ったらね入ることができるサービスやってるんですけども、いやここもね今ね予約したらどうやらね2時15分に呼び出されるらしいですわ。だいたいねだいたいそのぐらい呼び出されるんですけども、いやここもすごいな。でハリドリバックドロップの待ち時間なんですけども、いやこれもすごいな。やっぱ今ちょっと春休みやからさ学生ゲストが増えてるからこれも常に長い待ち列になってる。マリオカフェ&スターもね外までびっしり出てきてる。いやこれもねだいたい買うまでねもう40分以上はかかるんちゃうかな。でポケモンのフードカートもねこれもめちゃくちゃ長い待ち列になってるわ。いやこれも取らないためにねもう30分ぐらいはかかるんちゃうかな。いやこれもめっちゃ人気。あとパレード開始今2時間前なんですけどももうね前の方は埋まってますわ。でもパレードね千秋楽に近づくにつれてね結構パレードの席も埋まりやすくなってる。はい、じゃあですね4月になったパークの様子を見に行ったんですけども、まだ4月の前半ですね、まだ春休みなんですよね。だからもう春休みということでめちゃくちゃパークで賑わってました。でもね、まあ、春休み飽きたらまた混雑がガラッとね変わる可能性があると思うので、またこのミキビでまたね混雑状況の様子をですね皆さんにねお届けします。以上永遠に心はイースターののみちゃんでした。もう意味やからな。はい、じゃあこれからもいろんな、ね、楽しい動画をお届けするので、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。じゃあバイ。